ガールズトークだから言っちゃう。なんか周りが経験した子ばかりだと焦っちゃうんだけど、シュナタンとかみんなはそういう感じあるのか気になる。ちょっと踏み込んだ話もしていきたいなって思ってたんですけども、焦る必要はないのかなって私は思います。早いからマウント取れるとかってわけでもないし、自分をこう大切にしていった方が素敵だなって思いますけどね。自分のこと嫌いになったことありますか？なんでもっとこうじゃないんだとか、そういうので嫌いになることは全然あります。もっと自分を好きになれるためにいろんな努力は一応しているつもりです。男性陣顔ばっか見てそうでやむ。でも顔ばっか見てる人とは別に付き合わなくてもいいんじゃないですか。中身を見てくれる人と一緒にいた方が絶対いい気がしますけどね。悪口聞くのがストレス、これはそうですよね。インスタのストーリーの機能、あれの親しい友達の機能じゃないですか。あの使い方を間違ってるなって思う方がいるんですよ。生理痛ひどい、もうこれは永遠のテーマ。お腹痛いし、やる気起きないし、眠たいし、食欲やばいし、大変ですよね。本当にわかります、その気持ち。下半身痩せない。下半身はね、痩せづらいですよね。私も結構下半身太りのタイプなんですよ。この前ね、遺伝子検査っていうのをしてきたんですよね。なんかこう唇の内側の粘膜みたいなのを取ってこう検査を出すんですけど、遺伝子なので一生変わることはないんですよ。まずそれで何がわかるかっていうと、自分が何で太りやすいとか、どういう体質、痩せやすい、痩せにくい、太りやすい、太りにくいとかっていうのがわかるんですよ。私は脂質で太りやすかったんですね。結構なんか糖質オフとか糖質制限とかっていうのは聞くと思うんですけど、私は糖質はあんまり気にしなくていいタイプだったんですよ。まあ、確かに糖質制限したら痩せていくとは思うんですけど、それよりも意外と脂質の方が私は太りやすいんだなって、それで知って、そうだから遺伝子検査してみるのもいいかもしれないです。もしかしたらそのいろんなダイエットとかしてて痩せないってなった時に、それが自分に合わないダイエットだったかもしれないしっていうのがあるので、まあ、みんながみんな糖質オフで痩せるかって言われたらそうではないと思うので、炭水化物食べて痩せる人もいれば炭水化物を控えて痩せる人もいると思うので、遺伝子検査は割とおすすめですかね。一生それが変わらないってなるとちょっとお高いかもしれないんですけど、やる価値はあるかなって思います。おっぱい大きい子が好きなら大きい子と付き合えばいいのに、大きくなあれとか言うなこれはこれは最低ですね。デリカシーがない。大きくなあれって言われるんですか。それはもうはっって思いますよね。私も全然あの胸ないので、いやだったら他の人と付き合ってよって思いますね女の子に美容や服にお金を使ってほしいという理由でご飯をおごってくれる男の子100万点。確かにこれはそうですよね。理由が素敵ですね。これはでもまあこれも人によると思うんですけど、私はなんかずっと怒られるとかっていうのもあんまり好きじゃないタイプかもな。なんか気使っちゃうかもしれないです。結構だったらもう割り勘にするのか、交代交代に払うとかっていうのが私は理想的ではあるかな。でもこの理由をさらっと言ってくれるのはすごい嬉しいですよね。理想の結婚相手について教えてください。理想の結婚相手は、そうなんか私はね、どちらかというと彼氏が欲しいっていう願望よりかは結婚願望のが強くて、キュンキュンしたいとかっていうよりも、一緒にいて安心できるパートナーみたいな人がいたらいいなってすごく思うんですよ。だからその理想っていうと、安心できる人がいいですね。包容力があるというか、頼れる人がいいです。それはどういうことかっていうと、もうガチなこういう包容力とかじゃなくて、何でも知ってるっていうと誤解があるかもしれないですけど、なんかこれは聞いたら、あ、それはこうなんじゃないとか、なんて言うんだろうな、なんか私のお父さんがそうなんですけど、いろんなものを知ってるんですよ。なんか なんて言うんだろうな、なんか頭がいいとかじゃなくて、生活をしていく上での知識を知ってるって言ったらいいのかな。わかりますか、なんて言うんだろう、まあ、例えばですけど、例えばこういう iPhone のなんかの設定の仕方がわからないとかってなった時に、パッパッパってやってくれる人っていうのかな。なんか何が分かりやすいかな、何を聞いても答えれる人、もしそれが分かんなかったとしても分かんないで済ませるんじゃなくて、それについて調べてくれるだとか、トライしてみてくれるとか、なんかそういう人がいいなって思います。伝わるのかな、これ伝わりますか、伝わってるかな。こうなんかすごい知識豊富な人いるじゃないですか、いろんなことに対して、そういう人がいいです
むずい、伝わり方が。最近人に優しくできなくて心に余裕が持てない自分が嫌い。これは人に優しくしよう、人に優しくしようって思ってもできなくて自分を嫌いになってしまうんだったら、まず自分に優しくなってみたらいいと思います。自分が嫌だってなっちゃうってことはすごい自分に厳しいっていうことだと思うので、一回こう受け入れてみて自分に優しくできると、多分人にも優しく接せれるんじゃないかなって思います。友達の友達と気が合わないけど一緒にいないといけないのが今一番辛いです。これは辛いですね。コロナ結構リアルでも友達から相談を受けることもありましたし、人間関係と本当に難しいですよね。でも私も一個苦手だなって思うのがあって、普通にこう友達と一対一で二人で遊んでたりとかします。でまあ普通に出かけててこうパーって歩いてたりとかして、その時に私は知らないけど、その一緒に遊んでる子の友達に出くわした時、出くわしたって言うとちょっと長いですけど、会った時のあの空気が本当に私苦手で、もちろん私は知らないから別にこうなんか話せないじゃないですか。まあ、言っちゃえば赤の他人なわけですよ。普通にこう街歩いてる人と、そうすれ違ってる人と変わらない人じゃないですか。でもその友達からすると友達ってなって、そこでなんかあーみたいな、あやっほーみたいな感じになって、あんまり立ち止まらずにこう歩ける人と、すっすごい立ち止まってめちゃくちゃ楽しそうに会話する人って結構極端に分かれることないですか。そうで、そのすっごい立ち止まってそこで盛り上がられた時、私えみたいな、めちゃくちゃ苦手だし昔から。確かにね、確かに嬉しいのは分かるんだけども、ここで盛り上がらんでよくないと思うんですよ今私と遊んでるしみたいなって思っちゃうんですよね。なんか私がそういう性格なので、人見知りなのであんまりこうパッて入っていけないっていうのがあれなんですけど、共通の友達とかだったらそれはもちろん話しますけど、なんか全然知らない人とかと会ってこう話されると、え私どうすればいいんだろうみたいな感じになるので、それは結構私も苦手ですね。脱毛かっこ VIO、すごいシンプルに来ました。でも脱毛の話はやっぱすごい多かったです。私は今あの医療脱毛に通ってます。今全身と VIO と顔をやってもらってるんですけど、 VIO は私はもう全部やってもらってます。結構これは分かれると思うんですよ。実際に私も友達とかとも脱毛についてはめちゃくちゃ話しますね。下の毛どうしてるとかっていうのはすごい話すんですけど、私はもう全部なくしたいなと思ってやってもらってます。全部なんかやっぱ楽なんですよ。めちゃくちゃ生理の時とかもすっごい楽だし、別にいらなくないって思うんですよね。でしかも今は結構そういう全部なくす方が多いみたいで、脱毛サロンのスタッフさんも、まあ、今はなくされる方多いですねみたいな感じでおっしゃってたので、じゃあ私もそうしようかなと思って、別にそんなこだわりはなかったので、わかんないし形とか全然わかんないんで、だったら別にいいかなと思って全部やってもらってます。私は好きな人の家で遊んでる時に、私が漫画で読んでて静かにしてたら人生初のバックハグされました。これはどういう状況ですか。すごいですね。単純に好きな人ってことはまだ付き合ってないってことなのかな。そこでバックハグをできる男の人もすごい多くないですか。私が男子だったとしても多分やれない気がするな絶対できない気がする。バックハグは確かにいいですよね。私も前でこうよりかは後ろからの方が嬉しいかもな。なんかこう安心感というかある気がするな。背中がこうなんかについてたりとかするのって結構安心感ありません？私そういうタイプなんですよね。私もこうしてたいかも、つけてたいかもしれないですね意外と。最近の SNS で見る子たちが可愛すぎて自信なくしそうです。どうしたら自分に自信持てます。これはもう比べる必要ないですとも言いたいですね一番。まあ、でも確かに SNS はもう必要不可欠な感じになってきてしまっていると思うんですよね。だからまあ目につくのはしょうがないと思うんですけど、でも本当にそれでもう自分の心がどうにかおかしくなりそうだったら SNS 一回ちょっと離れてみた方がいいんじゃないかなって思います。 SNS デトックスというか、最低でも1日はそういう SNS を見ない日を作るとか。まあでも結局 SNS に上げてる姿ってみんながみんなそうではないと思いますけど、自分がやっぱ漏れてる写真だったりとか、私もそうですよ、漏れてる写真を上げてるし、そう結構まあ四六時中この姿かって言われたらもちろんそうではないですよ。メイク落としたらすごいし、一日外出ない時なんかもう着物みたいな感じだし、そんなの別に SNS で載せる必要はないじゃないですか。で多分大半の人はそうだと思うんですよ。自分が充実してるのを SNS に上げたいとか、自分が漏れてるなって思ったものを SNS に上げたいっていう方が多いと思うので、 SNS に上げてる姿が本当の姿じゃないと思いますよだから大丈夫です。いろいろ重なり距離を置いてる、
去連絡もしてない会ってもない彼氏と戻りたいです。私が落ち着かないと会えないです。会うというより話し合う感じです。その時に別れようとなりそうで怖いです。インスタだけは繋がってます。いろいろ考えちゃう。これはちょっときついことを言うかもしれないですけど、本気で相手のことを考えてるとか相手と一緒にいたいとかってなったら、どうにかして会うんじゃないかなって思うんですよ。この方の状況私は全部把握できてないので何とも言えないんですけど、もし優先順位がそのお相手が一番だったら、どうにかしてその人と会うとかっていうためにいろいろ妥協するものもあるんじゃないかなってって思っちゃうかな私は。だからもしそれで優先順位が自分の中で、まあわかんないですけど、仕事がその彼氏さんよりも優先順位が上だったとしたら、まあ諦めるしかないのかな。諦める、まあわかんないですけど、もしも本当にこの人と生きていきたいと思ったら、それなりの行動というか、ちょっと難しいんですけど、もうすると思うんですよね。だからもちろんそんな簡単なことじゃないよ、しなたんっていうのは分かります。分かるんですけど、その彼氏さんと戻りたいって本気で思ってるのであれば、それなりの行動というかはすると思うので、そうですね。なんか自分の中での優先順位を考えるのが一番やることなのかなっていうのは私は思います。最近お父さんを好きになりました。父の偉大さや強さや優しさなど反抗期を抜けて気づけました。すごいいいことですねこれは。いや本当にでもね、両親は本当に私も感謝しかないですからね。もう叶いません、本当に叶わないです本当に胸がほぼないに等しくて、それでも似合うような水着の形などを知りたいです。私も全然胸ないんですけど、私は水着はなるべくこうバンドタイプを選ぶようにしてます。三角ビキニとかってどうしてもこのここが見えちゃうじゃないですか。なので胸がないとなんかちょっとねパカパカしちゃったりとかっていうのがあると思うので、こういう隠れるやつを私は選ぶかな。これとかは結構いいと思いますけどね、そんなに気にせずに着れると思うので、私はいつもそういうタイプを選んでます。お母さんの行動が嫌な時期ってありましたか？これはですね、ないです。私3姉妹なんですけど、3姉妹みんな反抗期というものがあまりなかったんですよ。あまりないというか、もうないに等しいぐらいだった気がします。兄弟ともたまに話したりとかしてたんですけど、なんか本当にお母さんってすごいよねみたいな。私も一番尊敬してるのがお母さんなんですけど、本当にお母さんすごいんですよそうだから反抗期というものがなかったですね。でもそれも多分私のお母さんがお母さんだったからっていうのが大きいと思いますけど、本当にいい意味で干渉しないというか、宿題しなさいとかもっと勉強しなさいとかっていうお母さんではなかったので、なんかそれが逆に良かったのかもしれないですね。本当にもう自由にやらせてくれたりとか、もちろんこうなんか言われることもありますけど、お母さんがずかずかこう言ってこない人なのでっていうのがやっぱ大きいんですかね。私はずっとお母さんは尊敬してます。別れるとなって態度一変、こんなブスと付き合ったの黒歴史って言われました。これはちょっと私が懲らしめます、そいつを。最低、これは本当に最低。こんなブスと付き合ったの黒歴史って言います？いやこっちが黒歴史だわって言いたくなりますねこれは。いやでもこんなやつ、もうこんなやつ呼ばわりですけど、こんなやつとはもう別れて正解ですよ絶対に。付き合ってても何の幸せもないですよ多分。最低本当に。黒歴史って言いますか？嫌な。私は結婚式したい派なんですけど、彼がしたくない派でいつも言い合いになります。これは難しいですね。ちなみに私はしたくない派なんですよ。したくない派というよりかは細々とやりたい派ですね本当にもう本当に身内とかなんかこうかしこまった感じが私も好きじゃなくて、すごいきっちり決められた式が私も多分苦手なんですよ。それでは新婦の登場です、パパパパーンみたいな、そういうのが多分私すごい嫌なんですよね。そうだから、だったらもっとラフな感じで、本当にちょっとなんかお店貸し切って仲いい子とかを呼んで、ちょっとお祝いするぐらいの方が私は理想的なので、まあ私はそうしたい派なんですけど、でもこれはお互いがちゃんと話し合って妥協するしかないと思います。お互いが、どっちかが妥協するんじゃなくて、どっちともが妥協しないと多分ごちゃってなっちゃうと思うので、相手を思いやって、私はこういう式がしたい。でも彼はしたくない。じゃあなんでやりたくないのかっていうのを聞いて、もしそれがこんな大々的にやりたくはないっていう話だったら、じゃあもうちょっと小さめにしてやってみようとか、お互いがこう妥協できるうまいこうポイントを探してやるのがいいと思います。したい、したくない、したい、したくないだと本当にもう極端になっちゃうと思うので、話し合って決めようと。話し合ってお互いがそれぞれ
だけをしようってするのが私はいいんじゃないかなと思います。なんで私の彼氏は SNS で彼女を公表しないんですか？まだ本当は遊びたいんですかね？これはもちろんこの彼氏さんの性格とか彼氏さんのインスタとかを見たことはないのでわかんないですけど、私は別にそんなことないと思います。なんか SNS が全てじゃないじゃないですか。別に SNS に載せてるからって言ってそれでそのこの彼女さんの価値が決まるわけでもないし、その彼氏さんの思ってること全てが SNS じゃないかもしれないじゃないですか。逆になんか大切にしたいからこそ SNS でこうなんていうのかな、軽くこう付き合ってますみたいな感じに見せたくないかもしれないじゃないですか。だから本心は多分わからないので、もしかしたらそうやって隠して他の女の人と連絡取りたいと思ってるかもしれないですけど、そうじゃない場合もあると思うので、SNS 載せてるからって言って浮気しないとは限らないし、 SNS に載せないからとか言って浮気するとは限らないと思うので、この彼さんはどういう人なのかわかんないですけど、なんか他の理由でそういうのを載せたくないかもしれないので、信頼し合えてるんだったら別に不安になることはないと思いますけどね。私は男の子と遊んだらご飯とか映画とかお金出してくれるの気使います、どうするのが正解。これもコメント欄の募集案件かもしれないですね。どうするのが正解ですかね。付き合ってるなら100歩譲ってあれですけど、別に何とも思ってなかったりとかもありますよね。私も気使うタイプなのでできれば出させてほしいですね。でもそうなった時、いいよ払うよってなった時に、いやいいよ払うよ半分払うよみたいなってなった時に、いや本当にいいってなったら引くかもしれないです。でもなんかその払うことが男の人にとってのプライドとしてあるんだったら、それをやっぱ尊重してあげたいというかっていうのもあると思うし、これはマジで難しいですよね。例えばご飯行って映画を見ようってなった時とかにご飯をおごってくれたとしたら、じゃあ私が映画代出すよとかっていうのがいいのかな。それかもうなんか大体の金額このぐらいかなみたいなので、もう出すか、これだけは受け取ってって言って値段は見ないで出すか、気持ちだからって言って。難しいですね。ちょっとコメント欄で募集しましょう。これは正解が見つからない。不安なことを四六時中考えてしまってずっと胸が痛いです。しのたもそういう時どうしますか？これねめちゃくちゃ思います。私も不安なことってなんかわかんないですけどずっと頭に残りますよね。そればっか考えちゃうというか、考えても無駄なのに考えちゃうとかっていうのもあるんですけど、これはですね最近私が見たドラマで、あこういうことかって思ったことがあって、前にも私言ってたニューヨークガールズダイアリーっていうドラマがあって、それで言ってたんですけど、まあ、ちょっとニュアンス的にはもしかしたら違うかもしれないんですけど、失敗してもそれが今の自分なんだっていうのを言ってて、え、あ、確かにと思って、なんかもしその失敗しちゃったとしてもそれが今の自分じゃないですか。何かがうまくいかなかった、これがうまくできないとかってなっても、それがもうそれが今の自分だからもうしょうがないんですよ。それだったらもう今の自分で今の自分がやれることをやってで、失敗しちゃったとか、うまくいかなかったとかっていうのだったら、もうそれはもうどうにもこうにもできない話なので受け入れるしかないじゃないですか。そうだからそれを聞いた時に、あ、確かにそうだなと思って、だったらもうしょうがないし、自分を受け入れることも大切だと思うので、私はそのセリフを聞いてからそう考えるようになりました。やっぱり理想があったりとかすると、それに近づけない自分がいたりとか知った時に、その差にどうしてどうしてってなっちゃうと思うので、すごく難しいことではあると思うんですけど、やっぱり自分をねこう受け入れてあげて、自分の機嫌は自分で取ったりだとか、自分の一番の味方は自分だと思ってるので、まずは自分を信じてあげるっていうのが一番いいかもしれないですね。はい、ということでちょっとすっごく長くなってしまいましたが、女子会本音トークしていました。いかがでしたでしょうか。本当にねみんなからいろんなこと、いろんな質問、いろんな愚痴やらなんやらをたくさんいただきまして、一つずつ読んでてめちゃくちゃ共感しました。でもっと本当はね選びたいものたくさんあったんですけど、これ以上選ぶとちょっとえらいことになりそうだなと思って、今回ここでねちょっと終わろうと思うんですけれども、やっててもすごい私楽しかったので、またなんかちょっと日を置いてからやれたらいいかなっていうふうにも思っております。はい、ということで今回はこんな感じで女子会トークしてみました。皆さん共感だったりとか、ちょっとストレスが発散できたりとかしましたかね。どうですかね。一緒に女子会してるような気分で見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。